皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は有馬記念の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は3歳馬が4勝して2着が2回、3歳馬は副賞率が4割に迫るほどのいい成績で、一昨年はサートルナーリアにワールドプレミアと1年に2頭以上3歳馬が来た年もありました。サトノモダイヤモンドや北サンブラック、ゴールドシップのように菊花賞馬の馬券圏内もあれば、サートルナーリアのように天皇賞6着から、トゥザワールドのように菊花賞16着からと前走大敗をしてもここで巻き返してくる馬もいますので、菊花賞を制したタイトルホルダーをはじめとして敗れてしまったステラベローチェや浅間のいたずらも怖いところです。反対に6歳以上で馬券に絡んだのは一昨年のシュバルグランの1頭だけ。引退レースの奇跡やペルシアンナイトなど G1 馬であってしても高齢馬には手厳しいレースになっています。またジャパンカップに比べて牝馬の連帯数は数は少なく、昨年は牝馬でワンツーでしたが、ここ10年では昨年のリスグラ州の他にはクイーンズリングにジェンティルドンナの計5頭までにとどまっています。サラティア以外はいずれも G1 馬ということで、クロンジネシスと赤い糸には好都合なんですが、メロディーレーンやウィンキートス、シャドウディーバにとってはデータ上は好ましくないこととなりました。そして関西馬が関東馬をややリードしていて、ここ10年で関東馬が勝ったのはブラストワンピースとゴールドアクターだけ。遠征組のはずがなんと10年中6年も関西勢で 1-2-3 を決めています。そして逃げて馬券圏内に残ったのは4年前と6年前の北サンブラックのたった1頭だけ。直線が短いだけに先行押し切りの馬が有利な中山コースなんですけれども、逃げ馬にはかなり荷が重すぎるという状況です。かといって追い込み馬で馬券に絡めたのは昨年のサラティアに一昨年のワールドプレミア、2012年に大出遅れをかましたルーラーシップくらいで、フルゲートかつ直線が短いため後方にいる馬が上位に上がっていくにはロスを覚悟で大外からまくっていかないことには頭数が多いので詰まってしまいます。ですのでロスを覚悟で自力でまくっていった引退レースのオールフェーブルやゴールドシップは結果的に上位で結果を残すことができていました。また枠順は1枠から4枠が6勝して2着も6回、外枠は3着によく来ているというデータが残っています。意外と1枠1番が北サンブラックしか馬券に絡まなかったりですとか、3番や8番でも成績が残せていませんので、内枠だから買いと思っていると昨年のサラティアや一昨年のシュバルグランのように痛い目に遭うことになりそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は6勝して2着が1回、馬券圏外に飛んでいったのは2015年の6歳児のゴールドシップと一昨年のアーモンドアイだけで、副賞率としてはかなり高い部類です。ただ21世紀に入って単勝2倍以内で馬券に絡めなかったことが4回あるんですが、そのうち3回は一昨年のアーモンドアイがそうでしたけれども、馬場状態がやや重でした。雨もしくは雪が降った場合は波乱の要素もあるみたいです。その他は3番人気が4年連続して馬券圏内に絡んだこともあったりと結構元気なようです。そして5番人気以内での 1-2-3 は3回あって、2桁人気も昨年のサラティアと9年前に2回絡んだだけで荒れるイメージでしたけれども、近頃はちょっとおとなしいところです。馬連の10倍割れは3回あるものの、反対に3連複の万馬券も3回あったりと、忘れた頃に荒れ始めるのがこのレースで、3連複はこの識別の発売開始から10倍を切ったことが実は一度もありません。利益を乗せたいのならば3連系を買うべきでしょうけれども、まずこのレースは荒れる荒れないの判断をしなくてはならず、中途半端に買い込んでしまうと取り紙となる場合も結構ありますので注意が必要となりそうです。続いては
印をつけた馬をピックアップ。本命はクロノジェネシスです。グランアレグリアやコントレイルと優秀の帯を飾る馬が多いですけれども、この馬も G1 を4勝とグランプリを中心に大活躍してきました。さすがに凱旋門賞を経験して状態面は落ちるかもしれませんけれども、こういう評判の悪い時に活躍するのがこの馬の特徴で、敗戦の次のレースは必ず勝つといったここまでの成績です。タイトルホルダーはパンサラッサを捕まえないといけませんし、エフフォーリアはそうタイトルホルダーを捕まえなくてはなりません。こういった展開は一昨年見たことがあるかもしれませんけれども、逃げたエロリット、フィエルマンやアーモンドアイが捕まえるという点で、その後どちらもガス欠になりました。そこを楽に運んだリスグラッシュが捉えたということで、そういう展開を今年も期待しており、一番精神面で負担が少ないというメリットを挙げさせていただきます。道中はそこまでストレスもなく進めるのはこの馬にとってプラスとなりそう。枠も去年に近いところに入りましたので、昨年と同じような走りで1着は微妙なまでも3着以内に入れば当たりという馬券を買いたいところです。そして対抗はステラヴェローチェ。初動オッズで一番人気になっているのは、金曜のお昼に200万単位の単勝の大口の買いが入りましたけれども、今回は間違いなくこの馬向きの展開となりそうです。 G1 のタイトルこそあと少しのところでありませんけれども、菊花賞は前有輪の展開で涙を飲みましたが、今回は一昨年のように後方の馬にもチャンスが巡ってきそうです。パンサラッサからのタイトルホルダー、そこからのエフフォーリアからのクローズニスが捕まえに行って、さらにその後にこの馬が虎視眈々と上位を伺うように進めれば、55キロも相まってかなりいい線に浮上してきそうな気もします。安定して優秀な上がりの足は期待できるかと思います。そして3番手はエフフォーリア。秋のローテは天皇賞とここだけということで、絞ったローテーションでここを狙ってきました。天皇賞は年度代表馬クラスの2頭を撃破ということで、最強馬に間違いないかなと思ってたんですけれども、この中間馬運車で痛めた蹄の影響もあって、大事を取ってかなりソフトな調教になってしまいました。気になったコメントとしては、蹄のことは質を良くするには時間がかかるのでまた来年考えましょうということで、天皇賞の時とは別の次元の悩みを抱えているという状況にあります。あんまりこれ以上言うとメンバーシップのネタがなくなっちゃいますので、これぐらいにしておきますけれども、天皇賞と同じパフォーマンスはまず見込めなさそうなので、ここまでの評価としました。以下データでもお伝えした通り、逃げ残った馬というのは北三ブラックぐらいしかいませんので、天下のやはり厩舎とはいえ、パンサラッサはここでは距離の面も含めて厳しいかもしれません。タイトルホルダーも30年以上馬券に絡んでいない大外16番枠ということで重要視はできず、菊花賞も前で残りましたけれども、ここも前で残るとは限りませんので、朝間のいたずらとどちらをチョイスすべきか最後まで悩みたいと思います。それでは開目です。まずは候補1はクロノジニスからの流し、候補2はセラベローチェからの流しを考えています。クロノジニス単勝1点勝負も考えましたけれども、さすがに相手も強豪揃いですので、 2,3 着に敗れたとしても十分美味しい馬券で勝負をしたいところです。明日場外馬券場で買いに行きまして、その後公開動画を流したいと思います。昨年同様に結構な額をいきますが、冒頭のようにガクがガクですので、ここはちょっと慎重に考えさせてください。チャンネルメンバーシップの皆様には日曜の午前中に限定情報もつけて、その他の皆様にはレース前に買い目を公開したいと思っております。そこまでお時間をいただければと思います。以上、有馬記念の予想でした。今週は土曜日の阪神カップと中山大障害もブログで予想する予定です。そして今週のチャンネルメンバーシップは有馬記念の大勝負馬券を限定情報とともに先行配信をいたします。今年で38勝15敗となっていますが、有馬記念とホープフルステークスで40勝に乗せて締めくくりたいところです。ご興味のある方はどうぞぜひともご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは有馬記念の勝負馬券公開動画の方でまたお会いしましょう。